皆さんこんにちは。私は中之島キリスト教会の牧師で国分博士と申します。よろしくお願いいたします。今日は5月12日サムエル記第2、6章16節から23節、神の臨在と統治を喜べです。サムエル記第2、6章16節から23節。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。こうして彼らは主の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の場所に安置した。それからダビデは主の前に、全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、万軍の主の御名によって民を祝福した。そして民全部、イスラエルの群衆全部に、男にも女にもそれぞれ和型のパン一個、夏目ヤシの菓子一個、干しぶどうの菓子一個を分け与えた。こうして民は皆それぞれ自分の家に帰った。ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていった。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。私の目に癒しく見えても、あなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだ。サウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかった。ダビデは神の箱を運び上る、それが素晴らしいことだというふうに思って心から喜んでいました。で、その思いは彼の行動に現れました。彼は喜び踊ったんですね。踊りを踊ったんです。それもこの衣装をつけて踊るというよりもですね、もう裸になって踊るというような、まあ、そういう踊り方だっていうふうに自分の奥さんに言われるんですね。まあ現実にはすっぱだかになったわけではなくて、まあ天の衣をまとっていましたし、まあでもこれはきっと軽いもので、まあ、裸でこういろいろとね素肌が見えてしまうというような、まあ、そういう状態だったのかなというふうに思います。まあ、ひょっとしたら上半身ぐらい裸になっちゃうということもあるのかなというふうには思います。まあこういう様子を見てですね、やっぱり人々はいろいろとこう思うわけですね。まあ、ある人たちは、まあ、王様あんなに喜んでる、よかったねっていうふうに思うでしょうけれども、しかし眉をひそめる人もいるんですね。まあ、その代表が実は彼の奥さんのミカルだったんです。で、このミカルという人はサウル王の娘でした。そして若い頃ですね、ミカルはダビデが大好きだったんですね。そして
サウルもこう政略的にダビデをミカルと結婚させるというふうにしようという思いがあって、まあ、実はそこには非常に下心があったんですけれども、まあ、結果としてダビデとミカルは結婚をいたします。ミカルはダビデのことを本当に心から愛していました。ダビデが父サウルに命を狙われるという、まあ、そういう本当に恐るべき事態に陥った時にですね、ダビデを何とか逃がそうとして、まあ、一生懸命ミカルは努力したんです。彼女の愛は真実だったと思います。ところがですね、なかなか、話はうまくいきませんもので、まあ、ダビデが、サウル王からこう逃げてですね、命からがら、まあ、しばらく放浪の旅をする。まあ、その間に、まあ、彼自身も勢力を得て、まあ、やがては王になる、その訓練期間となるわけなんですけども、まあ、夫婦がこう別れ別れになってしまうと、まあ、サウル王はこのミカルともうダビデとのこの結婚は解消だというふうに、まあ、そういうふうに解釈したんですね。そしてミカルは別の人に嫁ぐんです。まあ、この人もミカルととても素晴らしい関係であったようで、ミカルもおそらくそのご主人を愛して幸せだったんじゃないのかなと思うんです。けれどもですね、また話は変わって、やがてサウルが滅びて、そしてダビデが王となる、まあ、そういう時にですね、ダビデはミカルをまた自分の妻として戻したいというふうに言い出すわけですね。まあ、なかなか難しい話です。本当にこれでいいのかなというような、そんな思いもするんですけれども、まあ、結局ミカルはダビデの妻として戻り、そして前のその結婚していた人とは別れさせられちゃうわけですよね。まあ、そういう複雑な事情があるわけですね。ミカルはダビデのことをどう思っていたんでしょうか。彼は愛する思いと、そしてでも彼女自身の人生がダビデによって紆余曲折を経るということでの難しい感情を持っていたと思うんですね。まあ、そういうものがここで現れてしまった。彼女はダビデが踊っている様子を見て彼を蔑んだんです。なんてバカなことをしているんだろう、恥ずかしいというふうに思ったんですね。そしてご主人が戻ってきて喜んでいるのに、彼に向かって皮肉を言うわけですね。で、この皮肉に対してダビデは答えるんですね。21節で、ダビデはミカルに言った。あなたの父よりも、その前科よりも、むしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだと。ミカルはダビデがたくさん人が見ているのにあんな格好で踊って恥ずかしいというふうに思いました。ミカルが意識していたのは人々だったんですね。だけどもダビデが意識していたのは主ご自身でした。人々のことは二の次だったんですね。主の前で踊りたい、そういう思いで一生懸命だったわけです。まあ、そういうダビデの気持ちをミカルは理解できませんでした。まあ、ここには悲しいすれ違いがあるんですね。なかなか評価が難しいなというふうに思います。まあ、こんなふうに心がすれ違ってしまうということには悲しみを感じます。でもダビデがミカルに自分の気持ちを分かってほしいと思って、主の前で喜び歌うんだという、そういうふうに訴えたこの言葉に私たちは耳を傾けたいと思います。主を喜ぶ思い、ダビデの心にはその思いが満ち溢れていました。サウルに命を狙われたけれども守られた、そしてまた敵からも守られた。神は私を大いなるものにしてくださった。こんな素晴らしいお方は他にいない。このお方の前で私は本当にちっちゃなものなんだ、卑しいものなんだ。きらびやかな衣服を着て神様の前でえばるようなそんな態度はできない。本当に私は小さいものだということを彼の踊りは表していたんですね。
まあ、表現の仕方をどう感じるのかという、まあ、そういうセンスの問題は別にして、彼が心から神様の前に踊っていたということ、その喜びを私たちは理解したいと思うんですね。私たちも本当に素直な思いで神様に仕えるものになりたいなと心から願います。あなたは主を喜ぶことを誇りとしていますか？ダビデは主を喜ぶことを誇りとしていました。だから彼は神様の前では本当に小さな子供のようになって喜び踊ったんですね。ミカルはどうだったでしょうか？彼女が誇りとしていたのは、自分は王様の娘なんだ、お姫様なのだというようなことを誇りとしていたかもしれません。もしも彼女がダビデと同じように主を喜ぶことを誇りとしていたならば、ダビデの気持ちを理解できたかもしれませんね。そして、自分はそこまで、一緒になって踊ることはしないかもしれませんけれども、少なくともダビデが踊ることを、ああそうねって、あなたがその気持ちで踊るのはよくわかるわというふうに受け止めることができたんじゃないかなと思うんですね。主を喜ぶという思いで一致できるのは素晴らしいことです。もしもその点ですれ違ってしまうと、一致することは非常に難しくなります。主を喜びとするお互いでありたいと思います。主を喜ぶ者同士は本当に心から一緒に祈ることができます。主を喜ぶことを第一とする者同士は、神様が喜ばれることを求めて一緒に何かをすることができるようになります。そういう素晴らしい交わりを広げていきたいと思います。神様のご計画に従えるように心から祈りましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、ダビデの心は神様を喜ぶ思いで満ち溢れていました。主の箱を運び登れた、嬉しいと本当に心から思っていました。その喜びが彼の踊りにあふれました。その思いを理解できる人は、彼のやり方はともかく主を喜ぶというその一点において同じように喜ぶことができるでしょう。本当に主を喜ぶ思いがあるならば、心を合わせて神様に仕えることができると思います。私たちの心に主を喜ぶ思いをどうか満たしてください。お互いのその心にある主を喜ぶ思いを尊重し合うことができるように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。